はい、今日はチューダーですね。まあいくつかあるんですけど、これはスノーフレークって言われるモデルですね。まあ日本ではイカサブですか、イカサブデートですよねって言われるモデルですね。メーターファースト、初期のが初期ですね。赤と黒の日付が交互に出るタイプで9411かな、確かそっちの方、初期タイプですね、イカサブので。こちらの方が、まあ、2つあるんですけど、小腹ですね。こちらの方がまあさらに古いですね、小腹、チューダー、サブマリーナですね。で、こっちも、チューダーの小腹のサブマリーナです。ベゼルだいぶ退化してますね。でこれは、とんがりリューズガードになります。ここが、リューズガードが、ポインテッドクラウンガードですね。はい、とんがりリューズガード。これ面白くて、古いのはリューズに王冠のマークだけですね。3ドットついてないんですね。こっちも、王冠のマークだけで、確か3ドット入ってないです。まあ、両方とも相当昔ですよね。昔に購入してますけれども。これなんか裏に何か書いてありましたね。コレクター、リファレンス。まあ、これはなんか昔の時に何か書いてあった。7928ですね。裏蓋が特徴があるんで、これを貼れる方は偽物を騙されないようにしてください。裏蓋が非常に特徴な、フラットな、裏蓋ですね。チュードルの、ブレスついてますけど、これはサマリーナの後期のブレスから外して付けてありますね。はい、これこっちも裏蓋見ていただければ、フラットな裏蓋ですね。これがチューダーの特徴ですね、フラットな。ここリペット付けてあります。見ていただくと、リューズガードの特徴ですよね。これが右側の方が、初期ですね。で、このラウンドしたクラウンガードに変わりますね。まあ、なかなかね、もうこの時代のチューダーはいいものがなくなりましたね。まあ、昔は僕もいくつ持ってたんですけど、もう随分手放してしまってないです。で、まあこれがスノーフレークタイプですね。これもこの次に出るのがこれなんですけれども、これ日付がついてますけれども、日付付きのモデルでロレックスのヘビーブレスが付けてあります。これで、まあ、裏蓋ですね。これでこうなりますね。ちょっと、オープナーのところが、入れるところがえぐれてるタイプになりますね。これもブレスはロレックスのブレスに変えてありますけど、もうこの時代になるともう形状はロレックスの時計とあんまり変わらないです。これがですね、チューダーの、多分、リーベルマウイシュリーが日本用に作ってたブレスだと思いますね。黒のとかに結構ついてます。これは巻きのロレックスのブレスですね。はい。こういう感じで、今日はチューダー、メインがこのチューダーの7928ですね。キャリバーがですね、チューダーでいう390っていうキャリバー入ってるんですけれども、このキャリバーが非常に難しいキャリバーでして、フォンテメロンだというふうに、まあ、多くの人が推測して言うんですけど、私もそうだと思ってます。チューダーは基本的にこの時代までフォンテメロン使ってるんですけれども、チューダー用に作った自動巻きのフォンテメロンの機械がこれだけに入ってますね。小腹のチューダーだけに。で、それをまあフォンテメロンであろうと、その後にもこの時代にはもしかしたらエタに買収されてたのかもしれないですね。だから最後にこのチューダー用に作って、これ以降はエタのキャリバーに変わりますけれども、まあそういうことで
この390ですね、自動巻きの非常に、まあ、希少な機械がこれには入ってます。